玉川徹が大炎上、再縁だけで日本の全発電量を賄える。1日に放送されたテレバサヒのモーニングショーにおいて、玉川さんが、再生可能エネルギーだけで日本の全発電量を賄える可能性がある、などと主張してしまい、暇が殺到し、大炎上してしまっております。こちら、不可能だと断言できますが、自然次第、天候次第の再生可能エネルギーで、 日本の電力を24時間365日賄うことなどできません。直近ですと寒波によって太陽光発電パネルに雪が積もって昼間でも発電できないという事態に陥っておりましたが、風力発電も風が吹かなければ発電できず、風が強すぎても発電はできません。まあ、さらに太陽光と風力発電の設備は大半が輸入されているため、経済対策にも なりにくいといいとう問題がございますまた比較的安定的に発電できる地熱発電や研究段階の潮流発電も発電量は全く足りておりません再生可能エネルギーの導入が進んでいるとされるヨーロッパですら電源構成はこのようになっており特定のエネルギーのみに頼るというのはリスクが大きすぎるためありえません玉川さん少し前にしれっと スタジオに戻ってきておられますが、まあ、特にこのようにですね、成長されているようには見えませんけども、ぜ、ま、ひ、あ、とも公共の電波を使ってエネルギー安全保障に関わる暴言を垂れ流さないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。